ミュンヘン・アウクスブルク線は、バイエルン州のミュンヘンとアウクスブルクを結ぶ、幹線鉄道路線である。全区間は電化されており、路線距離は 61.9km である。この路線は、バイエルン・マクシュミリアン鉄道の一部でありながら、ヨーロッパ横断線の一部である。ミュンヘン・アウクスブルク線は、バイエルン州で2番目に開通された。列車がミュンヘン中央駅から西へ向かうと、 ローゼンハイム、インゴルシュタット、ランツフット方面の鉄路が分岐する。ミュンヘンパーージング駅から複々線が北西向きに続く。オルヒング駅の前に貨物線のミュンヘン北部環状線がこの路線に立体交差で合流して、その地点から高速線が始まる。アウクスブルク方向で左の複線は S バーン線、右には 地域輸送と貨物線の二つの低速線とその間に高速線がいる。オルヒングの分岐器の上に列車が最高時速 130km の速度で走行することが可能である。オルヒング以後列車はアンパーガーを越えて西向きに走行する。列車がゲルンリンデン駅を過ぎると低速線の右の線路が高速線の下を横切って左の線路と並んでいる。 そこから高速線はこの路線の右に、低速線は中に、S バーン線は右にある構造が、アウクスブルク方向に続く。高速線には、連続列車制御装置が設置されている。マイザッハ駅までは、S バーン線は複線であるが、マイザッハマメンドルフ間には断線である。S バーン線は、マメンドルフ駅で終わり、他の複々線はまた北西向きに続く。列車は続いて、 ハスペルモア駅と同じ名前の沼地を通過する。メリング駅の前にアンマー湖線がこの路線と合流する。列車はパール渓流を渡り、レヒ川と平行に北向きへ走る。アウクスブルクホッホチョル駅でこの路線は西向きに曲がり、インゴルシュタット方面のパール国線と線路を共有する。列車はレヒ川を渡ってアウクスブルク中央駅に至る。 1835年ミュンヘンとアウクスブルクで2つの都市を結ぶ鉄道建設のために法人が設立され、同年建設のプロジェクトは許可された。1836年バイエルン政府はこの路線の期間を4フィート8.5インチで決定し、資金調達は民間部門で行うことになった。すでにニュルンベルクフィルト間のドビヒ鉄道を設計した。 ポール・カミュードニーへ設計が頼まれた。1837年にデニーは設計、費用計算を確定するのができた。1837年6月23日ミュンヘン・アウクスブルク鉄道会社が設立され、翌年ミュンヘンで工事が始まった。1838年9月3日にアウクスブルク・シュピッケル区間が開通されたものの、その区間は馬車鉄道として運用された。 建設作業はたやすくなかった。ハスペルモアヌ町の区間では大規模の排水工事が不可欠で、沼地問題は前例と経験なしに解決されねばならなかった。1840年9月14日にマイザフハーアルトヘグネンベルク区間が開業されて、同年10月4日ミュンヘンアウクスブルク鉄道は全区間で開業された。1844年ミュンヘンアウクスブルク鉄道会社が 少ない利益のため440万グルデンでバイエルン政府に売却された。1846年、新しいアウクスブルク中央駅がローセナウベルクで建設された。1894年8月中央駅のシュタンベルク、川の上降場からライム停車場まで通勤列車線が複線で開通された。 1895年5月通勤列車の専用線はパーシング駅まで延伸された。1925年3月ドイツ国営鉄道はミュンヘンパーシングマウティング区間で通勤列車の電気運転を開始した。1967年から1969年までこの路線に連続列車制御装置の最初モデルが採択されたが、1974年まで使わなかった。 1976年12月オルヒング、ミュンヘン区間に S バーン用線路が開通された。ロッホハウゼンホッホチョル区間では、許容速度が1977年から時速 200km まで上がった。旅客列車の速度向上は、同年9月25日連邦交通省から承認された。ハテンホーフェン町付近の線路工事ドイツ連邦交通計画1992では、 回収費用が9億千万マルクで算定され、複線から4000軌道に改良する計画が確立された。高速線の最高速度は時速 230km で、低速線の最高速度は時速 160km でそれぞれ設定された。S バーン線は1980年5月オルヒング、マメンドル副間で追加され、1988年5月、 マイザッハ駅まで延伸された。1993年初速度向上のための予備計画は立て、基盤施設の財務及び最終設計計画は2003年3月に終わった。この路線の高速化工事は2000年3月、アウクスブルクのレヒ川橋の線路増設から始まった。2008年10月21日、メリングアウクスブルク区間の改修工事が終了した。 2011年6月6日、改良区間のすべての工事が完了し、同年12月時速 230km の高速運転が実現され、アウクスブルクミュンヘン区間の走行時間は半時間以下となった。メリングで電子式信号扱い所が新設され、ミュンヘンの中央統制所につながった。アウクスブルクホッフホツル、キシング、ハスペルモアには信号扱い所が改築され、 南天方辺駅マイザヒハ駅、オリヒフィング駅の信号機は段階的に電子式に転換された。それで古いインフラの更新は線路及び分岐器の改良、道償の改築で成功した。遠距離輸送の路線は以下にある。地域輸送の場合、アウクスブルク運輸連合はアウクスブルクマメンドルフ間で、ミュンヘン運輸連合はアルトヘグネンベルクミュンヘン間で有効である。 サイトロール、ハフシュラーガー、ダイアイゼンバーニン,ンシュバーベン、S ハ。サイトロール、ハフシュラーガー、ダイアイゼンバーニン,ンシュバーベン、S10AB、コルハンマー、フランスク、ルドルフ、ドシャイブデスーデンズ、1991、S152、ラルフロマン・ロスバーグ、ロングスム・シュネルバーン、イン、アイゼンバーン・マガジン、ナンバー、12、2010、S3233、著者なし、 第ホワイトロンプレインデアネウエンバーン、イン、バーン、スペシャル、ダイノウエーバーン、ナンバー、1、1991、ゲラノババーラグ、ミュンヘン、S78F、ミュンヘナーバーキーアーズ、ウントタリフバーバンド、レポート78、79、80、ジェシャフトスペリクトデア MVVGMBH、ミュンヘン1981、ベルドンミュンヘン、 アウックスバーグビアトビエルグレイシュグ、イン、アイゼンバーン、デビューインターナショナル、ヘフト6、1998、一瞬1421から2811、S229、ディーズスヤービアトダイバーン、シュトレカピルスピューリック、イン、アウグスブルガアルゲマイネ、4、ヤーニュアール2011への鉄道路線網 MVV の鉄道路線網。ありがとうございます。